皆さんおはようございます。ペリオディスタオ様です。いやー、今日に関しても、強い日本代表でしたけれども、まあ、9月シリーズと、違って違う意味での強さ、勝負強さを発揮してくれたなと、まあ、本当に頼もしい、たくましい日本代表だなというところを、この試合に関しては見せてくれたと思います。今回は、先ほど現地の10月10日の木曜日21時キックオフで行われました FIFA ワールドカップ26のアジア最終予選グループ C のマッチデー3、サウジアラビアと日本とグループ2と1位の首位決戦大一番についてお話ししたいと思います。結果は前半に鎌田、後半の81分コーナーキックからの小川航基という形で、日本が手堅くしぶとく、そして粘り強く、まあ、今日に関してはかなりいい非保持守備の時間も多かったですけれども、まあ、本当に難しいサウジアラビアでのアウェーゲームを見事な、試合内容展開、そしてソリッドな守備で、日本代表見事勝ち点3をつかみまして、アジア最終予選3連勝となりました。バモー、強いぞ、勝負強いぞ、日本、森田最高。まあ、本当に90分の中で見た時には難しい試合になったと思います。楽勝、快勝、完勝というような試合ではなかったですし、やはりサウジアラビアの、した高さ、強さ、個々のレベルの高さを感じた、90分になったんじゃないかなと思います。まあ、ただそういった中でも、日本代表の選手たち、まあ、本当にいい試合の流れを機敏に読み解く力が、まあ、特に森田、遠藤のダブルボランチ中心に、まあ、本当に局面理解、戦況理解に長けている選手が多いなと。まあ、シャドウの鎌田や南野もそうですし、まあ、この時間帯、この局面で何をしなければいけないのかというところを個人戦術も含めて、そしてね、チームとしてもグループとしても本当によく理解できてるなと。まあ、サッカーは相手あってのスポーツですから、やはりチームとして用意してきたものが、そのまま出せるわけではないですし、まあ、この試合に関してはサウジアラビア当初の予定の3バックシステムとは違って、4-3-3 の日本に対して、まあ、サプライズ的なシステムを採用してきましたので、まあ、そこはちょっと序盤少し、日本もそのサウジアラビアの配置であったりシステムを確認する時間を要したと思いますけれども、そういった中でも、きちんとね、戦況を把握しながら、まあ、最終ラインのところで、森田、遠藤が、ビルドアップに関わりながら、しっかりと、相手の立ち位置を確認しながら、ボールをね、運んで前進して、攻撃を作ることができたと思いますし、そういう流れの中での14分の、先制点、見事な、形でした。まあ、ビルドアップのところから、やはり、森田が、ボールをね、引き取って、まあ、そこから前進を作るというところで言うと、ボランチと今日に関してはシャドウの鎌田、そして南野のつながりが非常に、序盤に関しては、保持の局面であったと思いますし、まあ、そこで、中央での前進を作ってサイドに流してということで、少し相手の守備ブロックであったりとか、相手の守備の目線をずらしながらね、ボールを運んで、まあ、最終的に堂安からの大外のクロスを、三笘が、また折り返し、そのボールをそのままスルスルと、ボールのね、ビルドアップのところから関与していった森田が、ボックスの中に入っていって、また折り返しと、まあ、二度折り返しましたので、完全にね、サウジアラビアの守備陣が、横に揺さぶられてしまってマークをつけずというところで、最終的にフリーの、鎌田が見事に、そのボールをね、沈めての先制点を奪いました。本当に綺麗な形でのゴールでした。まあ、その後も、まあ、遠藤からのボールを受けての、前線上田綺世が、まあ、一人でシュートまで持っていっての惜しいシュートなんかがありましたけれども、ちょっと20分過ぎぐらいからは日本がかなり、守備で5バックに、せざるを得ないような、時間帯となりましたし、まあ、サウジアラビアが左のサイドハーフに今日は入った19番キャプテンのサーレム・ドサリの、推進力、ドリブルの突破力を中心に、まあ、左肩上がりで、攻め立てましたので、日本からすると堂安が、かなり、守備に追われるような、形でディフェンスラインに入っての、守備対応をせざるを得なかったと。まあ、そういう中でも、日本は、鎌田を押し出し、そして左の三笘をね、こうスライ縦スライドでジャンプさせている形で、5-4-1 にはビタッと引かずに、まあ、なんとか 4-4-2 の陣形でサウジアラビアの球出しのところにプレッシングをかけていきましたし、まあ、そういう戦い方、非常に、日本整理されているなと、いいなと思って見ていましたけれども、まあ、前半は、終盤に決定機作られました。42分、まあ、やはり、19番、で持ち運びから一気に右に展開されての右サイドバック12番のアブドゥルハミドの強襲ミドルシュートも完全に入ったかなと思いましたけれども、まあそこで反応できるパラドンでしのげるところが、鈴木ザイオンというね、まさに神がかり的なセーブで、まあ本当に、決定機をしのいでくれました。まあそこで1-1にならずに、0-1のまま日本からすると折り返せたのは非常に大きかったなと、試合をね、こうしっかりと
作ることができましたという形で、後半に入りました。まあ、後半は両チームともになかなか、決定機のない一進退の攻防が続きました。まあ、どちらが痺れを切らすのかなという展開の中で、日本は、粘り強く本当に守って、まあ、後半の方が 5-4-1 のオーガナイズシステムで日本からすると少し、低重心で守らざるを得ないような時間帯ね、続きましたけれども、まあそうした中で、81分セットプレーからコーナーから、変わって入った小川航基がドンピシャヘッドで2点目を決めてくれまして、そこで、勝負ありということで、まあそうなるとサウジアラビアのような、選手、それからスタンドもそうですけれども、ガクッと気落ちすると、モチベーションが完全になくなるな、消えたなというような、サウジアラビアになりましたので、まあそこから単純に時間を経過ね、させるだけの展開の中で日本が 0-2 でしっかりと勝ち切ることができました。まあ、公式には鎌田大地が選ばれておりましたけれども、間違いなくこの試合タクトをねしっかりと振るったのは中盤のボランチの森田秀正でした。まあ、この試合も森田ありというところをね示した試合かと思います。まあ、序盤先制点につながる球出しのところでのディフェンスラインからの受け方もそうですし、まあそしてまあ試合を通してサウジアラビアがシステムをかなり柔軟に入れ替えながら、特に球出しのところを変えてきたり、まあプレッシングのところをねかけ方変えてきましたので、まあその相手の出方に応じて、森田がしっかりと、それを見極めながらイニシアチブリーダーシップを取りながらね、保持でも非保持でもやはり森田主導でチーム日本代表を動かしていったというところは間違いないかと思いますので、いや本当に、非常に心強い森田の、中盤ボランチとしてのプレーぶりでした。ということで両チームのスタメンと戦術的なポイントをいくつか解説をして終わりましょう。はい、まずは左ホームのサウジアラビア、こちらの 4-3-3 のシステムでした。日本代表だけ一人ずつ紹介をしていきましょう。こちらのシステムは 3-4-2-1、9月シリーズでの、バーレン戦と同じスタメンとなりました。ゴールキーパー鈴木ザイオン、ディフェンスライン右から板倉、谷口、町田、まあ今日に関してもこの3バック安定感あったと思います。ダブルボランチに遠藤と森田、右に堂安、非常に良かったですね。シャドウに入っても良かったですから、今日は非常に目立った堂安だったんじゃないかなと思います。左に三笘、攻撃面ではさほどね良さを出せませんでしたけれども、しっかりとまあ守備のところでは前半プレッシングに、まあ特に相手の、サイドバックにねしっかりと出てましたし、まあ前半の途中からは、ファイバック形成で守るべきところ、埋めるべきスペースもしっかり管理していたかなというふうに思います。シャドウは右に南の左に鎌田で、ワントップに上田綺世が入りました。試合のスタッツは、やはりサウジアラビアの方が、保持率では上回りました。57対43。シュート本数も13本、サウジアラビアの方が日本の約2倍。打ちましたが、枠内は2対3ということで日本の方が上回った試合となりました。はい、まあ立ち上がりのサウジアラビアの、まあシステムがね、そもそも4バックだった時点で少しサプライズという話しましたけれども、3バックベースでの 3-4-2-1 でミラーゲームになるかなと、キックオフ前は思いましたけれども、まあそうではなくて、この4バックベースでの、まあ守備の時には 4-1-4-1 気味だったんですけれども、まあかなりこの、9番に対してのインサイドハーフ6番、7番の出し方が、まあ森田遠藤に対してビタッとね、こう当ててくるプラス、まあそこを超えて、日本の3センターバックに内側からそのまま直線的に出るようなプレッシングもしてましたので、まあ日本からかするとやはりここのラインは結構、ディフェンスラインの、特に3バックのところでの持ち方からするとかなり窮屈だったんじゃないかなと、まあ圧を感じたと思いますので、まあ当然ながらここでね、押し出すことによって、まあこの、8番の、ピボーテアンカーの、周辺スペースはかなり空いていたんですけれども、どうしてもここの最前線で壁作ってますから、日本からすると南の鎌田までボールをなかなか届けにくいような、まあ、プレッシングの出し方をサウジアラビアしてきましたので、そこはさすがロベルト・マンチニ監督、そういう守備も、しっかりと仕込んできたなというふうには見えました。まあ、そうした中での先制点の14分につながるシーンの、まあ、ディフェンスライン3バック、まあ、谷口から森田につけて、まあ、そこに対してやはり6番がスパーンと出てきたところを森田がうまく、まあ、相手のプレッシングの矢印からすると、なかなか内側のシャドウ、の選手にね、縦パス差しにくいとは思うんですけれども、まあ、ピタッとね、足元に止めて前向きを作って、南野にパスを出したと。まあ、そこに対して、しっかりとサウジアラビアもセンターバックに縦スライドを起こさせ、まあ、そこで対応はしてきましたが、まあ、そこでね、中央で縦パスが2本繋がってますから、こういう形で。まあ、相手からすると、少しね、縦に揺さぶられて、スライドが起きてますので、まあ、そこで戻そうというところで若干ね、こういう形で絞りも出てきますから、そこでフリーな堂安に入って、まあ、そこからの、まあ、カットインから大外の、
三笘と、まあ、そのままの循環で守田がスルスルって上がってきたところを守田が、三笘からのボールを折り返し、鎌田が、フリーでシュートを打ったというような先制点でしたけれども、まさに日本のディフェンスラインの、ビルドアップから中盤の前進、まあ、中央で前進を作ってサイドに流して、まあ、そこで大外を使って、折り返し2回と、まあ、理想的な、形でのゴールだったんじゃないかなと、まあ、綺麗なビューティフルゴールでしたというような日本の先制点でした。ただ、まあ、日本が先制点を奪った後ぐらいから、このね、19番の、キャプテンサーレム・ドーサリに、結構ね、ドリブルで、起点を作られましたし、まあ、サウジアラビアの一番のキーマンだというところが明らかな、プレーをね、何度かしてきましたので、まあ、日本からしても、まあ、もちろんイタリクラも対応できたと思うんですけれども、早めにね、堂安を下げて、まあ、カバーリングを作るというような、守備陣形を引いて、まあ、前半の途中からは、日本からすると、南野がその場合左にスライドして、鎌田が前線に出て三笘というような4-4-2での、プレッシングをかけるようになりました。まあ、その時のプレッシングは、まあ、こういう横パスが出た時には鎌田が出ていって、まあ、ここのね、サイドバックに対しても三笘が出ていって、町田が捕まえると、まあ、左はダイナミックに、縦スライドをどんどん、連鎖させて捕まえるような守備にしていきました。まあ、そこに対しての、設定は非常に良かったなと思いますし、まあ、そこもね、非常につながりがありましたので、まあ、日本からすると左で、かなり強固にハイプレスを仕掛けることができて、結構追い出すことができていたかなというふうに思います。まあ、ただ、前半0-1のね、スコアだったというところもあり、なかなか4-4-2でそれほど、このね、サウジアラビアの、ボールホルダー、ビルドアップのところにタイトには行けなくなる時間帯になってきましたので、まあ、前半の終わり頃から、そして後半のスタートからは、三笘もディフェンスラインに下がっての5バック形成で、まあ、5-4-1の時間が長くなってしまいましたので、まあ、日本からすると後半は、よりね、サウジアラビアにモールを、まあ、持たせたというような言い方もできるとは思うんですけれども、持たれてしまったかなと。まあ、それによってなかなか、ボールを奪う場所が、低くなってしまって、ショートカウンターやカウンターも打てなかったですし、まあ、上田がね、かなり、体を張って、ファールをもらってくれたり、収めてくれたりはしてましたけれども、まあ、そこに対しての、ね、こう、素早い攻撃も今日に関してはなかなか、繰り出せませんでしたから、そこはやはりサウジアラビアの、チーム力、個々の対応力を褒めたいかなと。まあ、日本が悪かったというよりも、前半早い段階にアウェイで日本が、ね、先制をして0-1のリードを奪いましたから、まあ、後半そういう形になってしまったところは致し方がないかなと。まあ、ただこういうところで、ゴール前で防戦一方ではなく、まあ、しっかりとゴール前のエリアには入らせないような守備をとにかく徹底することができていましたし、まあ、局面局面のハードな守備、それから、まあ、全員がね、一枚かわされても、まあ、プレス回避を多少されても、どんどんリトリート、ね、素早くカバーリングしながら、まあ、スペースを埋めていったというようなことは、非常にこう、やはり、いい連携も取れている日本代表の見事な守備だったと思います。それから、森保監督の交代策に関しても、守備の強度を落とさないような交代策をどんどんね、切っていったと思いますので、まあ、まず後半のスタートのところで言うと、南野に変えて、まあ、カードもらってましたし、カードもらった後もね、ちょっと相手を突き飛ばして、どうかなと思うようなシーンもありましたので、南野を下げて伊東純也を入れまして、まあ、それによって堂安をシャドウに入れて伊東をウィングバックに置きましたというような采配をしましたし、まあ、その後も、前田大然を入れて、まあ、三笘をね、こう、シャドウに置いたところは、ちょっとサプライズ的な、こう、配置ではありましたけれども、まあ、左のウィングバックの強度もしっかりと保つことができた。まあ、前田になってより、守備のところの強度が上がり、まあ、カウンターにね、打って出るような、ね、左サイドでのやりができたというところは、一つ武器になったと思います。まあ、その前田を鎌田に変えて、入れましたので、まあ、こういう陣形となりましたし、まあ、その後、上田綺世に変えて、小川航基を入れ、まあ、88分には三笘に変えて、中村堂安に変えて、久保というような、交代策をね、しながらしっかりと、試合をクローズさせた、まあ、森保監督の采配、選手交代も、見事だったんじゃないかなと、改めて思います。今日に関しても緩みなく、ほころびなく、守備で安定感をしっかりと出しながら、勝ち切ることができましたので、まあ、これまた本当に違う形での、今日に関しては守備面、非保持の面での、強さ、勝負強さが目立った勝利となったんじゃないかなというふうに思います。まあ、こうなるともう、なかなかこのグループ C の中で、日本の相手になるようなチームはなかなかないんじゃないかなと思いますので、順当に今後も勝っていってくれるでしょう。まあ、次のオーストラリア戦もね、難しいゲームになるかと思いますけれども、まあ、この代表我らが、サムライブルーであれば、グループ C を簡単にとは言いませんけれども、こうやってしぶとく粘り強く、ほころびなく、勝ちながら、しっかりとワールドカップ出場権を取ってくれそうだなと、まあ、そんな期待感を抱かせる、改めての
見事な勝利となりました。本当にありがとうございます。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラプロクシマ。